ラではセレクターで必要。あれ、あれ、あれ、見てましたよ、みんなの白裏。そう、コメント見えてる、セレクターやってるんだ、裏で。それは良い。洗い物系店第16回、始まりまーす。さて、この番組では私、新井さとみが模型店の店長となり、ご来店の皆様と一緒に模型の世界を探求していきます。この模型店は毎月の第1週目かな。第2週目。1週目か2週目かな。金曜日かな。ちょっと金曜じゃないし、ね。水曜だしね。はい、21時からやります。21時待ってください。21時だけは。21時で。やります、はい、はい、本日は変則で水曜日、はい、当店のスタッフを紹介いたします。まずはこちら、はい、中村こと中村でございます。よっよっ中村よっ中村よっ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 まだ引っ掛けてない。そしてはい、はい、クレオスの佐藤です。よっ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 。レギュラーだから。あ、そうそうそう、まあ、レギュラーだから順番飛ばしたかびっくりした。あ、モデルームの超特です、お願いします。はいはい、よっよっよっ。あ、金高みゆきです。イエーイ、お邪魔しまーす。そしてよっ、クレオスの奥田です。初登場ですね、はい、新内が新内、お手柔らかにお願いします。よろしくお願いします。はい、佐藤さんの女子ですね。違います。え、どっちなの。いや、それはもう番組の最後に発表するので。え、そんな何引っ張るもん。引っ張りますよ、引っ張りましょうか。モラルハラスメントとかにならないですか。いや、日々いや、困る困る、教えといてもらわないと。どっちを立てたらいいのかとか困る、英語を使えばいいのか困るよ。困る困る、どうしたらいいの。まあ同じぐらいです、大体。想像しながら見ていただけると楽しいんじゃないですかね。この2人の関係性っていうのを想像すると、そう、視聴者の皆さんも、どうしたらいいかな。ニットクラブ、ニットクラブ、私もいっぱいかぶろ。なんか冬らしくていいですね。ポンポンかわいいです。彼氏か、うん、あ、まあそうか、彼氏か、それはわかったな。え、私と中村さんがじゃなくて、うちの話、あ、なんだ、チェ上司部下の関係を超えた、超えた、そうなんだ、めくるめく、うん、ロマンス、の聞きたくないので先に行きたい。そしてこの番組を陰で支えるこの男、坂東さん、今日もよろしくお願いします。はね、裏で支えるだけじゃないぞ、うん、なぜなら坂東さん引っ込んでもらってすいません。今月も、進捗報告をよろしくお願いします。月刊坂東さん、月刊坂東さん、月刊坂東さん、私場所どきます。あ、いいです、いいです、いいです。あの前回はあの台車をこうなんか2台作るっていうんで、はい、あのこんな感じで作ってきたのがあるんですけど、すごい。坂東さんは何を作ってるんですか。ですね、青島、さんの、あの DD51 北斗星での電車です。そうです、そうです、寝台車を作ってます。これが一応ディーゼル機関車、ディーゼル機関車、すごい。そう、青島さんの方で、あの北斗星の、あの DD51 が再販になられたっていう。おー、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 え、坂東さんの天然効果じゃないので、ぜひ今のうちに坂東さんの効果で前回もすぐなくなっちゃったんですよ。そうそう、やっぱすごい箱バカでかいですよね。そうです、こんな、こんなですね。なんで前回買い逃した方はぜひ今、あのここにいただければと。急げば坂東さんと一緒に作れる。で、一応これ新しいのがこいつになります。なんだ？これで予約足回り全部完成なんですけど、一応あのなんか車両としてはこう頭がこう来てですね。うんうん、で真ん中にこう来るやつ、で中間台車に言われるやつですね。こんな感じになります。動く。はい。で、ここは今回面白いのはあのこれあの中にこう空気バネが入ってるっていう想定のものになってまして。うんうん、ここはこう左右にこう動くようになってますね。だからこう可動で動くところは全部動かすみたいな形で
まあ、接着しないパーツとかもあるんですけど、これで一応中間台車は完成っていう、そういう感じになります。うわ、色も塗ってるし、だってもともとブラックではないんですもんね。そうです、そうです。なんでこれでこう色塗りながらやっていくと、だいたい車両の全体の幅がこれぐらいになるんですかね。うん、結構大きいね、はい、なんか全貌が見えてきましたね。うまく見えてきましたね。でもこんなでっかい箱なのにこんなちっちゃいってことですもん、はい、すごいパーツの数、すごいパーツの量がたくさんありますね。うわすごいな。何ヶ月でしたっけ。もう初めて4ヶ月は経ってるような気がします。うわすごい。4ヶ月か、はい。いややったらできるんだもんね、ちゃんとこうやって。うん、もうね、本当にあの模型は超久しぶりですけど、すごい楽しんでやってます。はい、すごいな。すごい洗い模型店を一番楽しむ男。一番模型っぽいことを一番プロっぽい坂東さん、ね、作業も綺麗だし、すごい丁寧で綺麗で、次回はもうこれ出し回りは完成になるので、はい、これの上になるこう運転台を、おおすごい、はい、これは楽しみだ。これ、はい、一応あの宣伝でございます。何ですかそれ。宣伝でございます。宣伝宣伝。あなたのどこのメーカーの方ですか。こういうパーツがですね、新しくあの出てまして、うんうん、オプション専用のオプションパーツです。わー、 LED なんですけど、あの要はこうヘッドライトとか、うんうんうん、あのその運転室の中のこう景気類を光らすため の、 あの LED セットが出まして、やっぱなんか、はい、これはあの取り込むとあの光るという形です。なんか光らせたくなりますよね、ライトとかね。自作でできる人はできるかもしれないですけど、うん、LED の知識がない人でもそれがあれば簡単に取り込む。キットになってた方がやっぱりいいですよね。そう、間違いがないし。これ抵抗とかも抵抗もあのハンダ付けされてる。あ、本当に。あ、すごい。これつなぐだけで。あ、いいですね。いやいや、なんかこういうオプションパーツとかどんどん欲しくないで、はい、ですね。バンドさん幸せそう。ぜひあの皆さんお買い求めいただければと。だから完全にわあ、すごいな。ということで次回はちょっと運転台を作ってこれ。はい、楽しみにしてます。よろしくお願いします。電池は適当に入れるんですよね、きっとね。電池はあのもう組み込み用のやつが、まずは展示台のところがあの電池ボックスがついてて、ボックスがついてるんです。配線をコピットするのを使う。今質問があった。はい、そんな感じ。そうなんだ。はい、LED はね、極性はありますね。アノードとカソードで、うん、プラスとマイナスです。それ間違えるとね、使えなくなったりとかするので要注意ですよ。まあ間違えたらあのつかないです。うん、そうか、つかなかった。逆に電流つけてない状態でやっちゃうともうやばいんだ。抵抗つけてないと、うん、なん電流無限に流れるん で、うん、LED といえどもやってきれたりするんで、大濃度ですからね。確かに。これあのなんか質問が来たので来ると、電球色ですね。電球色、電球色が4個あって、うん、白色4個なんか入ってるみたいな。白色4個か。で場所によって色違いなんですね。なるほど。あの先頭のそのボンネットの頭についてるヘッドランプは電球色でやるっていう、そんな感じだった。電球色ですね。いいな、なんか楽しいな。幸せな集まりだな。はい、というわけでじゃあまたね、次回もぜひ、はい、進んだとこを見せていただけるかなと思います。はい、はい、では、今回もお客様から当店に寄せられた普通歌をご紹介します。はい、はい、このコーナーでは模型が大好きな皆様やこれから模型を始めようとしている皆様から番組に寄せられたメッセージを紹介していきます。何でも気軽に送ってください。お便りの投稿はみっこでないとの専用フォームからお願いします。坂東さん、 URL の表示お願いします。あ、もう出てますね。出てますね。はい、はい、こちらに送ってください。メッセージを読ませていただいた方には当店から素敵なプレゼントをお送りします。連絡のため必ずメールアドレス書いといてください。はい、よし、では本日の普通歌お願いします。紹介します。はい、府中の人、大台到達しました。お、大台、こちら側ですね。そうです、こちら側です。中村さんにお仲間です。はい、皆様ご無沙汰しております。自分のことではありますが、昨週から体調を崩し、かっこ医者からは原因不明の病気と診断。2週間単位で入院と退院を繰り返す日々を送っており、模型制作はおろか、なかなかメールを出すこともできない状態でありました。今年に入ってから少々安定してきており、現在自宅安静中の身分であります。皆様も今年1年健やかに過ごせるよう祈っております。では模型制作でまた何かありましたらメールしたいと思います。府中の人、大台到達しました、さんからいただきました。
年やそうでしたか。僕、朝仕事してて、ここにね、なんかね、虹みたいなのが見え始めたんですよ。チラ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 。俺はあれやなと思ったら、ど真ん中が見えなくなって、はこう原稿書いてたら真ん中が見えない。うん、こうやって目線をそらしていやいやいや中村さん原稿を完成させてすぐに病院に行ったわけですよ、はい、で一応なんか調べたら、うん、なんだろうちょっと調子が悪くなってなる時と、うん、それから脳の血管が切れた時みたいに書いてあったら怖いから行って、うん、でなんかあの CT って言ったんだけど MRI が空いてたんで MRI するって、うん、こうあーこれでもいいじゃん、はい、まあなんともなかったんですけどあーよかったなんかたまたまだった疲れてた疲れ疲れ疲れてるみたいなってなるみたい、はあ、そう虹出たら注意なんだかすごいねこうやって虹が出たら注意レインボー注意報だ、うん、レインボー注意報そういうのが 見える症状があるんですって、うん、あるんだそういう症状があるんですそれはここでチラチラって虹が見える何真ん中黒いのにこうやって原稿だけ作ってから行くと思ったら中村さん仕事の鬼ですぜ本当は昨日の夜にあげなきゃいけないやつだからもう朝までにっていうんでもう こうやって目線をちょっとこの辺で見てこうやって結構書くっていう、そうかねえ、はい、あんまり休まないとだなかなかね年的にねそうかそうか元気なんですけどね基本は知ってます、はい、中村さんが元気で知ってますね、はい、普通の人もね、はい、そうですねいや本当にお大事にしてください、はいお次ですよ、はい、ハンサムコアラさんからいただきましてありがとうございます雑だなヨハンさん写真付きですよ今回、はい、皆さんこんばんは坂東さんいつもお世話になってますはぁ坂東さん名指し坂東さん名指しですなんかお世話してるの、うん前回の放送で机の整理の話がありましたが私の方も昨年末に小学生の頃から何十年も使っている学習机を改造しました、うん、作業や塗装の際は机の上にあるキーボードをどかして狭いスペースで苦労しながら作業しておりミスタースーパーブースをモニターの前に置くと机を占拠してしまい折りたたみテーブルを机の前に置いて塗装している状態です、うんまた塗装するたびに毎回箱から出し入れしているので面倒です。結構すごい状況ですよね。そこでモニターの後ろにデッドスペースがあるのでモニターアームを購入し観音開きにすることによってモニターの後ろにミスタースーパーブースを常設できるようになりまた広い作業用スペースも確保できるようになりました。模型部屋を確保するのは無理ですが工夫次第でなんとか作業用スペースを作れるもんです。だからといって箱積み状態は解消しませんけれどね作ろうとする気持ちだけはあるんですがそれでは今回はこの辺でと、ハンサムよハンサム、ハンサムコアラさんからいただきましたハンサム非常にハンサムな作業場はこれ画像が画像があるということでちょっとこれが前これがいっぱいパソコンに占拠されてって感じでキーボード2台もあるなるほどすごいそしてそれがこのモニターをでも綺麗ですよねグッと開けるとここをカパッと観音開き、うん、そうかモニターを観音開きでパカッとやって後ろにこうハームでこう支えててこれスーパーブースがモニターになってれば最高ですよねスーパーブースモニターこれがもうモニターにもなれば最高じゃないですかもうブースがそれは開発しよう、うちでそんなこと可能可能でござる可能ですよもううちの技術で、やるって言っちゃったね、もうモニターにもなるしブースにもなるモニターの裏を返すとスーパーブースそうそうそうじゃあブースにハンガーつけないんちゃうよあそうかブースがこうあーそうってあーなるほど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 なんか前回からね整理収納の話が出始めましたが良いですね、うんええ他にこれ、うん、店長だ、ね、あ、そうそうそうブースの上に書いてありますよそうそうそう私の送った風邪ひくな、ね、あ、そう毎回にメッセージをいろいろ書かせていただいてる、うん、あ、嬉しい飾ってくれてるんだ嬉しいな、コアラさんありがとうございますたい焼きもあるしねたい焼きもあるし、置いてくださったんですねありがとういやいやいや、良いですよね作業しやすくなってねいや、うん、いいですね。やっぱ収納するとやる気が出ますから。うわー、そう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 。ね。あ、収納でもした。片付けたんですよ、ちょっと。おー。ちょっと作業しなきゃいけなくて、はいはいはい、片付けたんですよ。うんうん、で、ちょっと作らなきゃいけないものがあ
って作ってデカールを貼ろうと思って、あのマークソフトあるじゃないですか、どっか行っちゃって、うん、どこにしまったのかわかんない、あるな買いました、 ありがとうございます、丸ごとどっか行っちゃった、接着剤しかないんで、ね、あれ多分ね、なんか、まあ、どこかにあるはずは、捨ててはいないんですけど、ほろりと出てきますね、またソフターとセッターをセットで買いました、ありがとうございます、パスはよくなくなりますけどね、いや丸ごとどっか行っちゃった、どこ行っちゃったのやら、なるほど、片付けるとこれだ、ビフォーアフター画像くださいって、いや、あー、ビフォー見たいですね、ビフォーを撮ってないな、中村さんちでいつやります？2週間ぐらい経ったら多分またビフォーが作れると思うのでじゃあアフタービフォーでいいんじゃないですか、そうですね、アフタービフォーせっかく綺麗になったのにっていう、アフターちなみに綺麗だったとここだけですよ、いやそれでもこのぐらいの、うん、スペースができたってだけですよ、いやいや見たい見たい、ここ中村さんち遊びに行きたい絶対所さんちみたいに楽しいものがいっぱいある、いやいやいや基本ここにはビニールゴミと紙ゴミとっていう袋があって捨ててビニールゴミが今ね3袋目になっちゃった、どうか捨ててゴミ屋敷だ、捨ててないよそのうち中村さんちでちょっと、そうなんかね、ゴミをこう捨てる日があるじゃないですか、うん、でまとめて下持ってって、うん、あのビニールゴミいつって今日だったって言われる、あー出たー、海外そうなんだ、何で忘れちゃう、じゃあもう中村さんのデスクのとこにゴミの日のこう、あこうなんだ、そう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 、違う日に出すなっていうのをこう貼っとけば、貼り紙がそうそう一番重要なあの情報ですから、ね、中村さんにとってつい忘れちゃった、ね、つい忘れちゃった、さてさて、ハンサムコアラさん、今回あの写真を送ってくれたんですけれども、うん、いつはですね、新井店長の声を聞くと幸せになれるアカウントはこちらですさん、天子栄さんですね、天子栄さんからも、お願いメールは来てて、投稿フォームに画像添付機能をつけることはできないのでしょうかっていうメールが来てたんですね、うんうん、で、なんとうちの敏腕坂東さんが今日からメール添付機能をつけてくれました、素晴らしい、北斗星も作れればフォームも作れる、いやー、何でしたよ、もうあとは嫁だけよ、あ嫁も多分作っちゃいますよ、嫁作っちゃいますよ、簡単ですよ、嫁募集、まあ、坂東さんにとってもね、嫁募集投稿フォームはこちらです、あだからそれ追加してた方があのバンドリーさんの嫁応募って嫁応募嫁応募、ね、画像が投稿できるからね、顔写真が送れますから、顔写真がプロフィールと顔写真はこちらへどうぞ、あいいですね、どし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 応募ください、よかったよかったよかった、うん、はい、絶対確信犯ですよ、そうするためです、そういう流れか、そうかー、はい、そしたらよし、靴太さん通名、はい、新井店長、そして常連の皆様こんばんは、こんばんは、今年もワンフェスに行けずに終わってしまったのでワンフェスのおさらい楽しみにしてます、模型とは全く関係ありませんが最近インフルエンザの流行が始まったようです、皆様大丈夫ですか、お体に気をつけてくださいね、ウィルさんからでした、ありがとうございますすいません、インフルエンザ、インフルエンザ、僕ねかかったことないと思うんですよ、多分すごい、あんま高熱出た覚えがなくて、ただいつもこう喉が声が悪かったり鼻がぐずぐずしていつも風邪気味なんだけど、ひどくならない、もうインフルエンザの菌が入る余地がないんですけどね、平熱がね5度5分ぐらいしかないんですよ、え5度5分、うん、6度5分になったらもうねクランクランする、7度なんて倒れちゃうからね、あんまりその高熱とかがなんか出ないのかよく知らない、ら熱が出てないだけで本当は悪いのかもしれない、悪いのかもしれない、かもしれない、知らずにかかってたかもしれない、かもしれない、皆さんの身の回り大丈夫ですか、いやもうダメですね、ダメなんです、まあ、ホットな話題ですよね、ホットです、ホットニュースクレオスさん、ホットな、あの約1年あの、インフルで会社で、で日曜日まで展示会出てて、で月曜日は普通に来たんですけど、火曜日にのなんか朝に具合が悪いって言い出して、知ったりしてない、いや分かんないんですよ、まだ発症、潜伏期間なのかも、いやいやいや、やだな、いやだからやだな、やだな、困るな、これ全滅じゃないかな、全滅か、いろいろご迷惑をおかけしますよ、予防接種しましたから大丈夫、予防接種受けた人、はーい、大丈夫ないわ、受けなはれ、子供の時になんかそういう予防接種とか受けるたんびに具合悪くなってたから、そうか、やっぱ合わない人もいるんだな、受けたことないですね、注射嫌いだし、注射嫌いですもんね、注射嫌い、自ら注射するなんて
そんなに。ねえ、リクエスト、ね。いや、だから自ら痛みつけに行くっていうことなんか意味合い変わるから。自らってこういう意味じゃない。自らいる。ちょっとやめて。それはだ、それはダメです。それはダメ。ダメ。はい、はい、ありがとうございます。皆さんもご自愛ください。はい、はい、状態以上、お気をつけて。以上です。はい。よし。はい。よしよしよし。ちょっとめくりますから待ってください。はい。よし。さて、今回も投稿いただきありがとうございました。このコーナーではスタッフの私たちへの応援メッセージや模型に関する話題などなど何でも大歓迎しております。お便り待ってます。はい。待ってます。待ってますと。でここからはですね、洗いざらい教えてくれを出題しまして、はい、模型制作にまつわるちょっと技術的なご質問に業界の中の人たち自らお答えするコーナーです。はい、はい、皆さんプラモデルを作っている上で疑問や悩みがたくさん出てくると思いますが、このコーナーではどんな疑問にもお答えしていきます。こんなこと聞いたら恥ずかしいかなと思わずに、まずはこちらにお便りください。はい、こちらは出るのかな、こちら出るのかな、ま、こちら出ましたね、はい、出ましたね。でこちらもあの普通歌と同じくですね、メッセージを採用させていただいた方にはプレゼントをお送りいたしますので、うん、連絡のためですね、メールアドレス忘れずに書いてください、うん、ぜひ、はい、うん、よし、では、今回のメッセージの方よろしくお願いします。紹介します。はい、まーこちゃんからいただきました。なんか呼びかけましたねさとみお姉さま、いつもの皆さん、スタッフの皆さん、こんばんはです。こんばんは。こんばんは。塗料とプラモデルのことで素朴な質問なのですけど、最近のプラモデルにはプラスチックの材質に普通のスチロール樹脂の他に ABS 樹脂を使っているプラモデルがとっても増えてますよね。特にガンプラ等のキャラクターモデルや車のラジコンのボディには全て ABS 樹脂製のものまであるのですけど、でも説明書を見ると ABS 樹脂には塗装はできませんと書いてあります。それでどうして塗装ができないのか調べてみましたら、塗料の中に含まれている溶剤の成分が ABS 樹脂に侵食して割れたり脆くなるからだそうなのです。そこで質問なのですけど、溶剤の成分がほとんどない水性アクリジョンでは ABS 樹脂を塗装することはできないのでしょうか。溶剤の成分がほとんどない水性アクリジョンなら ABS 樹脂を侵食しないと思うのですけど、どうなのでしょうか。あと、そもそも ABS 樹脂とはどのような素材で、どうして塗装に弱いのでしょうか。詳しく教えてくれよ。はい、はい、はい、ありがとうございます。まこたん、まあ、すげえ。その通りですとしか。その通りですと教えてほしい。2ポイントですよ。2ポイント、2ポイント。アクリジョンなら、うんうん、ABS 樹脂のものに塗装することはできるのかい。できます。できます。はい、できます。できる。はい、まこちゃんのご推察の通りです、うん、はい、要は本当に溶剤が ABS 樹脂に侵食して割れるんですけど、アクリジョンは ABS、じゃあ溶剤がほぼ含まれてないので大丈夫です、うん、すげー、はい、でもそんな ABS をABS 樹脂使ってできてるプラモデルがとても増えてるんですか。増えてはいないです。あの、基本スチロール樹脂、はい、基本スチロール。あの、例えばあの強度出したいところだとか、あの、例えばあのストレス、要は組んだ時に、ストレスっていうかこう圧力がかかったりするようなところとかに、ABS 樹脂って結構しなったりだとか、まあ、柔らかめな粘りがあるプラスチックなんですよ。ただその配合上ちょっとその溶剤が浸透しやすいんですよね。で、まあいらない ABS とかにあの試しにこう接着剤とかつけてみると分かるんですけど、うん、特に分かりやすいのが流し込みセメントとかをつけると、うんうんうん、あのこう過疎剤っていうのが樹脂って含まれてるんですけども、うん、あのその過疎剤がじわじわとこう浮かび出てきて、中からあのプラスチックからこう浮かび出てきて脆くなるんですよね。うん、もう本当やればわかるんですけど、ボソボソになるんですよ。脆、うん、くなる、うんうんうん、でバキッと割れてしまうんです、簡単に。なんか ABS 自体油っぽいよね。油っぽいですね。なんかね、うん、苦くて油っぽい。あのな、エアガンとかがそうかな。うん、あ、そうですね。おもちゃ類は ABS が多い。あ、あそうかも、見た。プラスチックは割れちゃうんで。ね、で最近はそのスチロール樹脂でも、うんうん、あの ABS に、まあ、似たようなシナリオを持っているスチロール樹脂というのが開発されてたりとかして、で、まあ、それが
最近は増えてますね。なるほど、うん、で ABS 樹脂もあの配合によってですね、うん、あの特に溶剤に弱いものもあったりだとか、うん、あの割かし溶剤に耐えられるものもあったりとかするんですね。うん、それはケースバイケースなので、うんうんうん、どうしても ABS にあの塗装したいっていう時には、うん、あの不要なランナーだとかに塗って確かめてみてくださいという、うん、あともう自己責任になっちゃいます ね、 そうですね。必ず割れるわけでもない、うん、大丈夫な場合もあります。ほとんど割れたことないで。そうか、じゃあやっぱりいきなり広い面ではなく、うん、ちょっとずつまずお試しで、うん、脆くなるんだと思うんですよ。うん、脆くなるみたいですね。塗って触らなければ、うん、そうそう割れたりはしないと思うんですけど、うん、ちょっと力かけるとバキッていっちゃう、ええ、もう中の構造がもうぶっ壊れてる状態になってるので、うん、でも ABS 樹脂を使うっていうのはそのやっぱり強度が必要だったり、うん、ストレスがかかるところだから、うん、じゃあやっぱそこに塗っちゃうんで、はい、壊れやすくなっちゃう。だから例えばやっぱりおもちゃに ABS が対応されてるっていうのは、うん、まあ、強度に強度で、うん、だお子さんだったりしたらやっぱりよく落としたりとかぶつけたりとか、ね、っていう時用にやっぱり ABS が採用されてるんですけど、なるほど、そういうことなんだ、うん、でもう一点、そもそも ABS 樹脂とはどのような素材でどうして塗装に弱いのかとっていうのがさっきの話、まあ、そういうことですね、っていうこと、なんですか ABS 樹脂って、うん、なんだろうだっけ、ABS、ですね、忘れました、ググってください。 ABS 樹脂を、ね、うん、なんだっけな、接着剤も専用のがありますよね。専用の、ああそうあります ABS 用接着、だから ABS を、うん、接着するときとかは新着やったりだとか、うん、それこそセメントみたいなもので ABS 樹脂とかあったりするんですけども、うんうんうん、はい、ABS 用接着剤とアクリルニトリルブタジエンスチレン、ああブロックとかか、 ABS 樹脂って、あそうですね、なるほど、ブロックとかはもう本当にこう積み重ねていく上で、うん、そうですね、ちょっと広がらないとはまらないじゃないですか、うん、はまらない、そうかそうかそうか、だからまあこのあたりは特にそうですよね。だから基本的にはフラ自体に色がついてて、うん、上から塗装してないものが多いです。そっか、塗装不要。メッキはあると思います。なるほどなるほど。だけど塗装するようなものは多分ないんじゃないかな。よく知らないし、みんなね色差し込む。そうですね、もう塗装の必要ないですからね。そうそう、ゴムを配合するものもあるんですよ。へえ。だそういうものとかってもう簡単にやっぱり割れますよ。ゴムって劣化、うん、いや溶剤による劣化って激しいですから、うん、そうですね、ゴムの配合が多いってことは、うん、その分柔らかいんですけどその分割れやすかったりだとか、もう本当に何だろうな、うん、ケースバイケースですね、うん、であとどうしても塗装し失敗したくないというか ABS に塗りたいんだけどどうしても失敗したくないという時にはそれこそアクリジョンを塗っておけばいいんですよ、やっぱり下地に、うんうん、そうすれば割れないから1枚挟むので、そうかそうか、ベースとしてアクリジョンを塗っとけば、ええ、上に普通の直接触れないって塗料を、そうです、ただその分塗膜が厚くなったりとかするので、うん、例えばまあ、ガンプラだったりのキャラクターモデルで使う時には、うんうん、まあ、関節って結構隙間がなかったりするので、うんうん、その分ちょっとやっぱり削ったりとかしないと動かすとやっぱり削れたりとかするのでちょっと工夫が必要ですね、なんかいい番組、ちゃんとためになることも言いますよ、すごい、うん、なんてすごいな、もうだってもう16回ですからね、イエイイエイみんな勉強してくれよ、16回の力だで、これがいやいや佐藤先生すごいっす、いやいや、もう突き上げばけでございますからね、もうね、うん、そしてまこちゃんナイスメール、ナイス、ありがとうございます、絶対中の人ですよこんな詳しいね、よく教えてくれよすみたいなメールでしたね、すごかった、そしてお次、おいしいかまぼこさんから、おいしいかまぼこ、まずいかまぼこ、ありがとうございます、いいですね、新井さん、いつもの皆さん、そしてゲストさん、あ、奥田さんが初登場、こんばんはクレオス、んあ、こんばんはクレオス、こんばんはクレオス、こんばんはクレオス、初めて投稿させていただきます、最近完成模型をメインにプラモデルを始めました、素晴らしい、さあ本当この番組でこういうことが起きていいですよ ね、 ね、ありがとうございます、うん、そして最初は筆で塗っていたのですが、うん、乾板塗装に限界を感じてクレオスさんの L7 プラチナブラシセットと、最高級、おっとお、なんだってプラチナって書いて、 L7 でいいんですか、 L7 でいいですか、 L7 プラチナブラシセットと塗装ブースを買わせていただき、塗装が1500倍楽しくなったかまぼこです、ああそう1500倍楽しくなるんですよ、すごい倍、1500倍です、はい、1500倍、投射器です、100倍とかじゃない、うん、すごい、さて質問です、乾板と船体の接着についてです、う
船体パーツに甲板パーツを乗せて接着する前に隙間ができないようにすり合わせをするのですが、凸部分、これはへこんでる部分とあと出っ張ってる部分が合わずにどちらかをヤスリがけする場合、プラモの基本としてどちらを削る方が効率が良いとか綺麗に削れるなどあるのでしょうか。よろしくクレオス。よろしくクレオス。よろしくクレオス。ここはちゃんと。よろしくよろしくです。クレオスで始まりクレオスで締める。なるほど。よろしくクレオスで、なんでこんばんはクレオスで、なんでもないです。はい。どういう、どうしたら良いんでしょうか。甲板と船体。船体に甲板なんで、多分こう船体こうなってるじゃないですか。はい、断面がこうなってるんですか。だからここのこのカクってなってからこう船ってこうなってカーブしてるんで、船体こうカーブしてるじゃないですか。そこのここの角に甲板の厚みが合ってないとか、甲板自体ちょっとこうなんか抜きの関係で斜め入ったりとかしてると、そこの空いてる隙間ができちゃうんで、そのラインを合わせないとぴったりくっつかないってことだと思うんですよ。なんで削るんだったら甲板の裏側のところ、甲板の裏側、甲板こうこうカクってなってるじゃん、断面が、はい、これが甲板だとして、そう、だから甲板だとしてこう、こう削る、そこのエッジをエッジを削るみたいな、ていうことで甲板の上の面はいじったら、うん、そうで、ダメですもんね、うん、これが甲板だとしたらこう削る、うん、甲板の厚みってことですね。厚み、これが甲板の幅だとして、うん、こう削る、派手に言えばこう削るか、うん、なるほど、斜めにか、まあ受け側を削るんだけど、うん、まあそれよりは甲板削るから楽なんで、そうですね、うん、この表面だけ、だって表面はね削っちゃったら面積がね、うん、変わっちゃうので、逆に隙間が空いちゃうので、うん、船に限らず、まあ、いろんなものが合わないものがいっぱいあるんですよ、うん、で場合によってもうピンがずれてるならピン切っちゃえばいいし、うん、まあ、昔よくあったんですけど、ピンと穴が全然合ってないとか、うん、あったんですけど、それはもうピン切っちゃえばいい、なるほど、接着するんであれば、うんうん、でそれでやったらすり合わせできるんじゃないですか、うん、そうかな、ね、とにかくまあ見えない部分をいじればいい、あ、そうですね、とにかく見えない、うん、見えないですもんね、見えないんで接着しちゃえばもう見えなくなる部分をやるっていう、ね、まあ、ちょっとずつちょっとずつ基本、ね、うん、効率とかっていうところで言えば、まあ、見えない部分なんでガシガシ削ってもガシガシ、もう80番だろうが120番だろうが、うん、あ、まあ目の粗さはもうお任せで、うんうん、はい、だやりすぎると表面まで来ちゃうの で、まあ、ちゃんとバランス見ながらね、ちゃんとこうエッジ見ながら斜めにかけていくみたいな、うん、うわー、やれば船プロちょっとさ、船プロプロモデラーではないんだ、船プロなんですね、あ、私の中で他もやってるんだけどね、船の先生船の先生最近ないですからね、コーナーがね、あ、そうね、そろそろね、京徳さんのミニ黒板を使った講座が聞きたいです、ホワイトボードがうちでホコリをかぶってしまうんで、あ、そう、あれがわざわざ家では使わないですからね、あれね、うん、なんかできた気になる、そうそうそう、壺を売られてるみたいな気持ちになる。でも今のところクレーム来てなくてよかったですね。あ、本当に信じてやったのに嘘つかれて。嬉しいのが試してくれてるんだよね、その後もね、うん、やりましたっていう、そう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 、アイルの超徳先生って、いや、あ、よかったですね、本当そう、本当そう、うん、いいな、サムズアップでした、イエス、そのうち近いうちまた、うん、近いうちまた、近いうち質問溜まったりとかしてきたら、そうですね、かまぼこさんもまた他になんかこうわからないことあったらぜひメールください、せっかく美味しいんですからぜひ、うん、ね、美味しいんですよ、熟成していただいて、ありがとうございます。どうします、3通目、はい、紹介しますか、行きましょうか、はい、はい、豆さんからいただきました、豆、質問終わったぞ、ありがとう豆さん、ガンプラしか作ったことないんですが、うん、戦艦、戦闘機、かっこ飛行機、戦車、どれが初心者向けですかと、ものによるかな、スケールにもよるかな、さっきちょっと言ってたけど、強いて言えば戦車かな、戦車か、やっぱ船は結構細かいパーツが最近は割とブロックで分かれてますけど、やっぱり段取りとかが分からないとしくじりやすいんで、環境とかちょっと大変、戦車だと形に結構してから塗ったりとか、ね、結構ワイルドにいけるじゃないですか、そうか、うん、さっき言ってたその甲板も貼るのに結構その接着剤を、いつもの接着剤だと塗ってる間に乾いちゃうから、そうですね、乾かないんですか、長いところくっつけようと思ってくっつかなくていっぱい流したりつけててコテコテになっちゃったりとか、あとちょっと隙間が空いてなんかこう寝ちゃってなって固まっちゃったりとかするんで、なるほどなるほど、でかいのになるとあのプラがこう縮んじゃってて幅が狭くなってるんで、
て洗剤、うん、割り箸とか突っ込んで広げてみたいな作業が必要だった。無理やりやったりとか、それはもう大きいパーツになったらしょうがない、うん、どうしても歪んじゃうんで、うんうん、なるほど。で飛行機は楽といえば楽なんですけど、やっぱりキャノピーの例えばあのガラスのところが、うん、ファディングラインがあったりだの白くなってたりとか、うん、あとコックピットの中は先に塗らなきゃいけないとか、なるほど、段取りか塗って組んでってなっちゃうと、ね、やっぱ戦車が一番楽かな、うん、まあ、あと戦車も汚すので、多少接着剤がベタベタってなってても汚しちゃえば見えなくなるんですよ。なるほどな。で塗り分けとかもあの、まあ、この例えば、まあ、戦艦だったり戦闘機とかっていうのはマスキングテープを多用しなければいけなかったりするんですけど、戦車ってそうそうマスキングテープの出番とかないので、そうですね、エアブラシで塗るんでも大体ざっくりでやったりとかするんですよ。へえ、結構それこそ他のジャンルの人からしたらびっくりするぐらいざっくり塗るんですよね。筆でガシャガシャ塗れたり、ガシャガシャ塗りますね。そう、筆ムラもいい味になるんですよ、汚した後とかには。そうか、飛行機より戦艦より戦車が一番汚れる気がする。汚れますね。陸走ってるから、ね、うんうん、例えば途中 の, その色 の, あの違いとかも全然、うん、例えば洗浄持ってって、うん、使ってる間に剥げたらそこその場でペンキ塗ったりするから、はい、そうか、ワイルド、全然そのままでもいいし、うん、ハケの後の出てもいい。洗車行ってみよう、うん、妖怪パーツ各市にあっても、はい、そんな仕様もあったんだよね。取れちゃったとか、そうかそうか、もう一台一台バラバラだったりするんで、あ、さすがガルパン詳しい中村さん。パーツの小ささで言ったら戦車が一番なんですけどね、うん、だけど、うん、その分組み立てただけでものすごいこう、うん、まくなった気がするんですよ、戦車は。大体戦車もね、まあキットによるし、うん、そうですね、まあ、単価で低いやつでやってみた方がいい。超絶すげえのもあるけど、ね、簡単なのは本当に簡単、あの、うん、2時間ぐらいで組み上がっちゃったりするんで、うんうん、ね、今ガルパンもやっぱり人気で、戦車もすごく人気で、うん、作りやすいものも作りやすいものも多いと思いますから、死ぬほど大変なのもありますけど、うん、ね、やっぱピンからキリまで、ね、心病むぐらいっていうのもありますからね。キャタピラに何日かかるのかなみたいな。キャタピラで、わー、でもそれも楽しい。組みやすいやつはまあネットとかでよく書かれてますから、うん、ちょっと下調べして手で出してみるのもいいと思いますよ、うんうん、はい、はい、じゃあこの番組では戦車をおすすめいたします、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、以上です。今日もちろんですよ。はい。頑張るも忘れなよ。よし。今回の洗いざらい教えてくれよす以上。聞くは一瞬、はい、一瞬の恥。聞かぬは一生の恥。お気軽にメッセージを送ってください。次回も質問どしどし寄せてくれます。はい、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 ではここから本日の本企画のコーナーです。はい、はい、まあ本日はですね、うん、まあホットな話題ですけども、ホットですね。2月7日日曜日、幕張メッセで開催されたワンダーフェスティバル2016冬をみんなで振り返ろうじゃないかと。そうですね、ワフェスにいなかった人、はい、みんないた、みんないた、振り返ろう、行ったぞー、あー、おー、じゃあもうみんな一緒に振り返る、みんなで、みんな思い出を書き込むといいよ。振り返ることにしようか、じゃあもう。わって、どういうこと、どういう意味。そしたらすっげー時間余るなと思って。すっげー時間余りますね。まさかの22分、22分余りっていう。尺余り、ね、うん、待ったこと一般もないし。そんな超徳さんから。あ、超徳さん。思い出は今年はでも、人多かったですよね、まず。あ、まあ、多かったですね。だって外寒かったけど中入った途端、あ、むわって。なんか毎年行くとあの企業ブースの方は割と歩きやすかったりとか、結構人吐ける時吐ける感じだったのが、今年結構終わり近くまで人がずっと見知りで、ディーラーブースの方は常に人がいるんで、うんうん、もうなんかね、雲が出そうになったりとかするじゃないですか。雲が、ね、今年はそう、企業ブースも結構人ずっといるなと思って、うん、トイレ行きづらかったです。込み込みで今年ね、女子が多かった気がする。多かった多かった、女子多かったですね。なんかね、道路のところかな、何かに女子だけずらっと40人ぐらい並んでて、うん、多分道路だと思うんですけど、何かが出たっぽくて、何か出た何かわからないんだけど、女子がいっぱいいるなと思った。刀剣かもしれないね。ああ、なるほどな、刀剣か。あ、みんなそう言って言ってるな。うん、そうかもしれない。刀剣弾幕多いなと思った。あ、じゃあ流れで流れで。でっかいドールのとこやっぱすごかったって。これ、会場でですね、ちょっと嬉しかったのが、ミスターカラーダンボ。大好評でございます。無事、
無事というか、まあ、完売しまして、うん、はい、え、ガチャガチャでしたっけ。ガチャガチャで、これはで、まあ予想外の、あの大反、ね、大好評でして、よかったで、まあ暖房だから売れてんのかなと思ってたんですけど、うん、結構もうあの見に行ったらですね、ミスターカラーのことも話題にしてくれてる方々多くて、で、あのその中にもやっぱり女性がすごい多かったんですよ。いや、可愛い、金高さんがすごい可愛いってずっとこうね並べて遊んでる。で、女の人にもね、なんか暖房としても、でもミスターカラー自体も可愛いっておっしゃってる女性って、うんうん、どうしてって、あのミスターカラー可愛いのみたいな、並べたい、こんな感じで、そうそうそう、こういうフライヤーも配ったんですけど、わー、なにそれ、一応3種類ありまして、し配ったというか配っていただいたんですけど、海洋堂さんが、こういうのも大人気でして、で、意外と、これボトルの上に飾りたいもんね。あ、うん、そう、あのボトルと成形色同じなんで、うん、すごい、キャップもっと色出してもらえばいいよ。今と同じにしてるんですよ。うん、で、うん、結構女性のそのミスターカラー所有率っていうのが高いんじゃないのっていうのが、あの思いのほかだからその、うん、女性が多かったんです、そのミスターカラー暖房やってるのが。で、あとはあのコスプレイヤーさんがたくさんやっぱやってて、うん、で使うよね、そう、うん、そうか、塗装するのにやっぱり、だからあのちょっと気づいたことが、うん、コスプレって模型なんだなと、うん、自分も、うん、まあ、でかい模型 で、うん、で、ちょっとその、うん、とあるあの売り子さんに、うん、あの小道具作ってっていうことで、あのちょっとしたものをあの塗ったんですけども、うん、なんかその人がこう写真に収められてるっていうところがすごい嬉しくって、うん、自分の作品がもう出たんだなみたいな感じなんですよ。 あ、模型だこれと思って、模型模型ですね、コスプレは、うん、模型だわ、うん、そうか、そうなんですよ。え、じゃあ業務用みたいなでっかいミスターカラーが、いやー、それ多分でも、ね、それさすが言ってんじゃないかな。そうか、うん、ちょこっとずつでいろいろ、そうか、いやでもそんなことに気づきました。うん、いい気づきですね。うん、だからちょっと新たなる市場に食い込んでいきたいと思うんですね。いや本当にそうだと思います。しかもワンフェスって長物 OK なんですよね、OK ですね、基本的に何でも OK、ね、うんうんうん、でもそう考えると確かにコスプレの小物のレベルは高い、全体でワンフェスって、うん、そうですね、うん、昔はなんかみんな何でも布で作る感じ、あ、うん、初音ミクのこのプレータとかも、ね、あ、やっぱ ね、布が得意だから布で作る、うん、今はああいうのを割とちゃんと立体で作るみたいな人も多いんじゃないですか、ね、そうか、まさに模型ですね、カンコレの、うん、完全にこの辺とか、あ、もうあれも完全に、ね、だから作るしかないんで、そうカンコレ の偽装とかはもうだからうちの感染色を使ってるとかっていう人もいたりとかして、足りない、やっぱ言っとかない、あ、スプレーが出てるんですよ、感染、そっかそっかそっか、結構使うよね、あれあれ使いますよ、ね、なんかだからそこらへん食い込んできたいですね。いや、これすごい発見、うん、次のワンフェスでミスターカラーのコスプレとかしたらいいんじゃない、なんで自分がやるんですか、うん、売り子でさ、みんな瓶になってる、頭と手と足、クリオさんとみんな瓶になってるの、いろんな色、そうそうそう、頭がこう、ぴょこってなると蓋が、蓋がこう乗っかってて、かわいい、顔を出すで、緑に塗ったんです、かわいい、あ、でもなんか喜ばれるような気してきた、帽子とエプロンどうですか、うん、あ、それいいな、あ、帽子とエプロンいいかも、そうか、エプロンは量産できるけど帽子だけ色変えればいい、金高がないって言った、それナイスですね、あ、それいいな、え、帽子かわいいと思う、うん、ね、これのマグカップ作るでしょ、マグカップっぽい、これで緑色の飲み物、ね、これあれですわ、とかやばい、飲む習慣まずい、それいいな、いいですね、マグカップ欲しい、これマグカップ欲しい、いろんな色欲しい、どっかマグカップ、うちのマグカップもやってくんないかな、やってもらいましょう、半券はおろしますよえ、でも作れるんじゃないですか、オリジナルマグカップ、できちゃいますね、簡単に作れるはず、ちなみに今コメントだったんですけども、はい、うちのプチボトルもうちょっとです、はっ、あ、ちょっとデカールがね、ラベルがうまくいきそうな感じに、だってちっちゃいでしょ、うん、あの後ね、ずっとサポートしたわけじゃなくて、僕何度もデータ作っては投げて、うん、ダメですって言われてもう一回やり直してっていうのずっとやり直してたんで、やったんだ、そう、やっとね、なんとかなりそう、プチボトル、え、だってどのぐらいの大きさでしたっけ、ちょ12分の1なんで、3ミリ系ぐらいなんで、私それもらったらアクセサリーにしていいですか、うん、いいですよできるのかな、ピンバイスかなんかで穴開けたら、そしたらピアス、あ、かわいいですね、うん、それ、
うん、そのまんまあの強力な磁石つけてペッて外す。ああ、それでもありですね。うんうんうん。今日は緑とピンがザラザラあります。それは私歩いて宣伝しますわ。なんでね、あの、うん、もうちょっとしたらちょっとサンプルのデカールが上がってくるのがもうちょっとなんで、それ次第では結構早くご案内できる。楽しみ。楽しみです。ミスターカラー熱いなぁ。ミスターカラーそのものがウケるとは思わなかったね。おしゃれ。そんな日が来るなんて。ニュースずっとあるからお馴染みだもんね、もうね。このデザインほぼ変わんないですからね、マグカップ急ぎで作りましょう。あ、アライモ系店のオリジナルグッズはどうなってんだって書き。さあ、じゃあそういうこっちの方向で次回ちょっとワンフェスコラボリコラボルってなんで自社内でコラボルなんですか。いや、社内で自社内でオリジナルで外なんだ。どこの人か分かんなくなってきた。だって分かんなくなってきた。おかしいな、プレゼンティットバイなの。じゃあなんかいいですね、うん、マグカップ、マグカップとかね。マグカップいい。そのうち某なんとかクラブみたいな感じでちょっとなんかあの空色アワーとかみたいな感じでなんかあららで新井さんが選んだ人にちょっとマグカップだったり、うん、ミスターカラーからのエプロンをプレゼントして、帽子も、ね、帽子も、帽子、うん、いい。ニットの帽子ほらひだひだがあるからちょうどいいんじゃないですか。ニットの帽子いいかも、いいかも。いいんじゃないですか。あ、ニットでいいと思う。ここのひだひだね。そうですよね、うん、ありあり、やった。すごい。で、ここにミスターカラーって書けばいい。ああ、かわいいかわいい。タグが、素晴らしい。かわいい。これ、裏表になります。なんか、スタイリッシュ。こう、なんか、ここまででかいフライヤーだと、スタイリッシュ。かわいい。クレオスさんっておしゃれメーカーもしかして。そりゃそうですよ、だって私がいるんですもの。なんですとどうなんですか。ポイントが割れるんじゃないの。幸せ。大きくゼロレムを占められてしまいました。なんて？え？なんて？おしゃれなんですか？おしゃれなんですか？口のチャックを占められてしまいました。口チャックってなんか久しぶりに聞いたけどな。いやこれことと次第によっては君わからんよ、もう。あ、やばい。これはヒントになりましたね、今。やっぱ佐藤さんの上なのね。と見せかけて、見せかけての。答えは番組の最後に。そう。何それ？何それ？そうそうそう。じゃあでも商品化いいですね。なんかね、いろいろできそうだよね。まあ、ちょっと考えます。私これのメモ帳欲しいですもん。これね、ああ、メモ帳。サイズもちょうどいいし、これで、これ表紙でメモ帳で。なんかもうミスターカラーだけでこんなに盛り上がると思わなかった。いやだって付箋もいいですよ、付箋。あ、付箋いい、便利ですよ。だって今回あれ12分の J 出してるけど、はい、ちょっとこんぐらいの大きさのやつでなんかストラップにできたりとかしてるとか、ね、あ、それもいいかも、うん、なんだったら本当に塗料も入れていつでもどこでも塗れますよ。それもピンバイセンで向いてもらってさ、なんか個人でリューターで削ってもらって削って個人の作業。個人か。そんな入った人のほぼ塊なんじゃないかな。かわいい。このフライヤー欲しい。かわいいね、とってもいいですね。後ほど後ほど差し上げますので。いやいや、これは、ね、はい、今後ね、展開が楽しみ。ちなみに2月25日に発売です。今もね、ワンフェス会場では限定のクリアがあったんですけども、まあ、あのいらっしゃらなかった皆さんすいませんでしたみたいな感じなんですが、まあ1番から8番までを2月25日売りますので、それを楽しみにしてください。普通に売るの、ガシャポンとか。ガシャポンというのもですね、あのネット通販とか、あとホビーショップなどで買える、はい、販売できます、ね、3つセットで何が入ってるかなっていうので、はい、何が入ってるかは分からない、分からないの、うん、お楽しみでございます、うん、ですよね、はい、暖房ミスターカラー基本食編丸1、はい、通称ミスターカラー暖房は2月25日素晴らしい海洋堂オンラインショップまたは全国ホビーショップ店で発売です。またはアマゾン .co.jp でやった、私ちょっと仕事してる、うん、すごい、やった、宣伝か。急にスイッチ入った感じになった、うん、いやいや、でも大事、詳細、うんうん、わー、そんな金高さんは、はい、ワンフェスどうでしたか。ワンフェスですね、そうだ、あ、このミスターカラー暖房を皆さんにご紹介するときにですね、あの海洋堂さんの宣伝の藤原さんもいらしてくださって、うんうん、こちらをあのお求めいただいた方いらっしゃると思うんですけど、うんうん、クレオスさんの PR タイムっていうときに、うんうん、その藤原さんにいらしていただいて、海洋堂さんのコンセプトは写真に撮るっていうコンセプトで2016年やってらっしゃって、この暖房もぜひ、ね、
そうですよ、連れて歩いて写真に撮ってもらいたいなっていう、ね、もう本当に小さいですから、カバンにスポッと入っちゃって、ね、一緒に入れていただいたりとか、と今回4社の合同ブースさんでピットロードさんとインターライドさんとファイモールドさんと4社それぞれが PR をしたんですけど、はい、ちょっと今までにないパターンだったので、うん、メーカーさんがどんなことを考えてるのかなっていうのを知ることができてすごい面白かったです、うん、へえ、中国のメーカーさんを取り扱っているインターライドさんは、うん、ちょうど中国は大晦日だったんですよ、ワンフェスの当日、そうだ、ワンフェスの、そうだし、そうなの、ちょうどなのでそのメーカーさんはいらしてなかったんですけど、うん、とても愛情を持って、うん、キットを作られていて、うん、なんか中国国内ではこのワンフェスみたいに4社いろんなメーカーが一緒に集まってやろうっていう雰囲気がないから、うん、すごく日本の模型業界が素敵だなっておっしゃってるっていう海外の反応を聞いてキュンとしました。へー、あー、そう、それは思いましたね、確かに、うん、ユーザーさんの熱量は中国国内も負けてませんよっていう話だったんですけど、うんうん、なるほど、なんかメーカーさん同士でこうやって盛り上げていこうっていうなんか雰囲気がちょっと日本が羨ましいっていう話をインタビューでいただいて、なんかちょっとワンフェス楽しいと思いました、うんうん、なるほどな。そうだな、確かに向こうにワンフェスみたいなイベントとかないですからね。そうなんですね、なんか意外とアニメジャパンみたいに、うん、模型ジャパンみたいになんかいろいろやってるのかなと思ってたので、うん、意外とない。そうなんですね、メーカー多いのにね、ね、そうなんです。そっか、ないんだ。そう、日本に生まれてよかったっていう感じです、うんうん、台湾にはなんか似たようなイベントあったりとかするんですよね。そうなんですね、中国とかやっぱ素材とかが手に入んないんじゃない、わかんないけど、あ、どうなんだろう、一般の人が、そうか。でも結構思っ、あの、まあ、その話でも出たんですけど、うん、中国も意外とお店はあるんですよ。模型屋さん、模型屋さんが意外とあるんですけども、まあ、あのやっぱり取り扱ってるものもその玉石混交みたいでして、まあ、だから、あの、行き渡りきってないような状態みたいな。でも市場が大きいですからね、だからやっぱり、まあ、最近だとインバウンドのお客さんとかが日本にいらっしゃってて、うん、でもあのプラモデルをごっそり買ってくっていうのも当たり前の。プラモデルも買って行かれるんだ。プラモデルすごいですよ、もう、ごっそり買ってきますから。ありがたい。そっか、うん、新商品発表をされるファイモールタの、あ、はいはいはい、その場で発売日を決められるっていう、いや、で、な、ではないとおっしゃってるんですけどね。ではないとおっしゃってるんですけど、ね、うん、ではないとおっしゃってるんですけど、ちょうど2ヶ月後が発売日ですって、なんかおっしゃってて、なんかできすぎてるなっていう。へー、で、言っちゃったから頑張ると。頑張ります、頑張るしかない、言ったからにはね、はい、あ、この写真が、なるほど、そうそう、こんな感じの写真ですね。これは、うん、最後の座談会、座談会で覆面、ええ、座談会ということで、うん、正しい覆面は約2名ぐらいしかいないんですけど、まあ、すさまじい図ですよね、これね。そうですね、うん、そうなんですよ、よろしいと思います、うん、いいと思います、好きな覆面をしたらいい、うん、なんか楽しそう。荒井さんはどうでした？あ、私はですね、デンオビさんのあの、はい、ブースでですね、あの、毎回やらせていただいているフィギュアマニアックスという、はいはいはい、イベント、コーナーやらせてもらってるんです。すごい好評だったみたいですね、うん、そうなんです、うん、もうこの間で5回目かな。あ、もうそんなになりますか。そうなんです、ちょいちょいやってて、で、書店メーカーさんも増えまして、なので今回は3回やりましたね。あ、そうなんです。3回か、3回回ししましたね、うん、そうなんです。で、毎回いろんなメーカーさんが最新のこう発売予定 あのフィギュア持ってきてくださったり、まだ塗装前 の、うん、あの、まだグレーの状態の模型も、そうです、で、そうです、そうです、原型とかです、ね、原型とか持ってきてくださったりとかで、あ、グレーの原型いいですよね。そうなんです、まあ、絵も言われぬ、そうなんです、そういう目が鉛筆で描いてある、そう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 、いいですよね、うん、雰囲気いいんですよ、あれ。そうなんです、台座もまだこれからどうしようかみたいな状態なんですよ。だからいろんなお話を聞けるので本当にね、うん、楽しくて、うんうん、そう聞くとなんか一般参加してなんかそこにへばりついてたいな、うん、いたいんですけどね、いけないんですもんね。そうですよね、ニコ生も好評で今回、そうらしいですね、そうなんです、うん、こちらの中村さんも出て、ね、僕も同じくデホビさんで、はい、桜井さんが、はい、あの BB8
スターウォーズの BB-8 を作るっていうのを僕は横でチャチャを入れる役で、わあ、だってスターウォーズといえば仲間なんですか、ね、でこれ なんとなく何か言ってるっていう役をやってました、うんうん、いいなーみたいな嬉しながらずっと、まあ、作ってるとどうしてもね集中しちゃうんで、その間にあそこはどうですかこうですかみたいな、一応司会の方がいましたんで、その方が聞いた時に、まあ、僕が答えてみたり、あ、今回はちゃんと、うん、ちゃんとというか自分でも作ったんですか、あの前回の僕は作ってないですけど、桜井さんがもうその場で完成した、ね、BB-8 どんな BB-8 なんですか、 BB-8 12分の1なんで完成したこのぐらいですか、ね、うん、あ、かわいい、はい、まあ、頭はもう作ってきたんで、うん、ボディをその場で、うん、あの汚しして、うん、さささっと作って、うん、わー、いいな、おいしい、はい、あのちょうど昨日今日ぐらいに、うん、再販されてました。あ、ずっと品切れだった。あ、そうだね、BB-8人気ですもんね、はい、なんか出てました、ね、かわいいですか、ね、かわいい、あの動きがまたね、うん、でその、うん、それに出てほしいって言われて、うんうん、頼まれて、あ、分かりましたって言ったら、あの、うん、いつも僕取材で回ってるんですけど、うん、そうです、ね、取材の方もよろしくって言われて、朝8時ですって言われて朝から行ってました。早いなんということで、であのそ取材の後それやって、はい、で終わって、うん、ちょっと会場見ようかなと思って、うんうん、あの僕駆け足でちょっとその後用があったんで、うん、仕事があったんで、うんうん、駆け足で行ったら膝を痛めまして、うん、階段が降りれないっていう勝者1名だったんですよ、結構重い感じの、はい、そんな頑張られましたが、はい、あの唯一買ったのが、うんうん、88ミリ砲の消しゴム、砲弾の消しゴム、砲弾の真鍮と削り出しのこのぐらいで、消しゴムの先は交換式になってて3発入って2500円だったけど、へえ、うん、消しゴム、消しゴム、このね細い消しゴムが入ってて、でなんかそれはちゃんとメーカーに特注して作ってもらったんです、すごい、真鍮削り出しが3本入ってる消しゴムっていうのを買いました、へすごい、それだけ買って帰りました、わ、でもワンフェスの魅力ですよ ね、 そういう面白いものがね、うん、掘り出し物があったりして、いやで、そう無理やりねじ込みますけどね、こうやってあのワンフェス、うん、まあ、来られた方とかもいらっしゃると思うんですけど、まあ、ディーラーに、うん、ディーラーブースとかも見て、まあ、ちょっと、うん、次回はディーラーとして出展したいなって方もいらっしゃると思うんですけど、うん、無理やりねじ込みますけど、自社ブースではですね、マテリアルの説明をしておりましたので、まあ、次回ちょっとそのワンフェスに参加、するにはちょっとこの素材を使ってくれということでですね、おー、はい、おー、あの、いろいろちょっと素材を、説明します。手元カメラ、はい、手元カメラを。そこ、そこに。出番が来た。これあれじゃないですか。出番が私来たんですよ。すごい疲れた声してる。これそう、待ってたんですよ、私の出番を。映りますか、これ前もちょっとね、サンプル版で前も出ましたね、そう、箱が汚くて申し訳ないんですけど、はい、箱汚いっていうか、これだってこれ試作版だよね、そうなんですよ、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、ミスタースカルプトクレイ、皆さんご存知でしょうか、知ってますよ、前に、あ、映ってるかな、あ、映ってますね、でこれは ありがとうございます、はい、これはなんとか、お、スカルピーいい反応ですね、これ造形用の粘土ですね、開けます、はい、普通の粘土とどう違うんですか、あ、もう使ってある、ちょっと使ってるんですけどね、チョコレートみたい、これ切ったんですよね、そう、これ切ってあるとこなんですけどね、うん、うんうんうん、人かな、でこれどういう風に使うの、これは焼いて固めるタイプの粘土ですね、はい、で、造形の仕方なんですけど、はい、まあ、やっぱりこういった時はちょっと、わー、使い込んである、使い込んで、汚い、レンジが入っていますね、 いやこう来なくちゃ、大まかに説明させてください、お願いします、うん、ちょっと硬いので最初はやっぱりカッター使いましょう、はい、はいはい、でちょっと硬めなので、うんうん、うわ、かなり硬そう、そう、硬いんです、結構腰が強くて、うんうん、粘りもあるので最初はカッターとかで細かくちぎっていただいた方が使いやすいと思います、でこれは、あ、映るかな、映ってます、ね、合わせて発売したんですけども、うんうん、ミスタークレイローラー、クレイローラー、そうですね、まあ、これで、そう、メモメモです、そうそうそう、うん、これ何でできてんの、これはアクリルの棒ですね、おー、きれい、で、そばを伸ばすかのごとくこうやって伸ばすんです、いや、これ非常に簡単です、
でこうして伸ばしていくと、まあ、やっぱり回数重ねていくとちょっとずつ柔らかくなってきますので、うんうんうん、どん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 手に馴染んでくるような形で扱いやすくなってきます、うんうん、ちなみに言っときますけれど、はい、本当の綿棒って木製だったりとかするので、はい、目があったりとかするんですよ。で、うんうん、このクレーローラーはアクリルなので、うんうん、こう滑らかなんですよ ね、 そうですね、表面が。でこうやってやっぱりやってると通常の綿棒だとこの目の中に入ってっちゃったりとかするんですけれども、そうですね、木の、うん、こうやってアクリル製であることでこうやって伸ばした後に滑らか。そうですね、だから例えばこれで、布を造形するとかっていった時も特に削ったりとかする必要がないってことです。このままで OK ということですね。だからこういうアクリル棒をちゃんと専用のものを使ってます。なるほど、はい、なんか作ってくださいね。あ、無茶ぶり。それは無茶ぶりだと思う。無理だ、無理か。中村さんちょっと、ちょっと思ってたより重みがありますね。でちなみにこれはエポパテと、例えばエポパテとスカルプとクレイってどういう使い分けなんでしょう。エポパテとスカルプとクレイはですね、まあ、エポパテ出しましょう。ではまあ、一般的にその造形に使われるのってこういうパテですよね。柔らかさはパテとクレ同じ感じ で、うん、そうですね、造形ではやっぱこちらが定番になってくると思います、うん、ベタベタしてますね。これはチューブなんですか。いや、チューブではないですね。あ、これも固形の状態に。これは2つの、あ、そうだそうだ、前見せていただきました。練り合わせて硬化させるっていうタイプですね、うん、あ、そうだったそうだった。で高密度タイプと、はい、超軽量タイプ、下が 超軽量タイプ、上が高密度タイプ、この2種類が弊社からは出てますね、はい、はい、でこの2つの使い分けっていうのは、使い分け、うん、簡単に、非常に簡単に申し上げると、こっちが、まあそうですね、フィギュアなんかを例えば造形する際はこれが芯になる方です。芯、大まかに作っていくときはこっちが楽ですね。そっか、はい、で対して細かな、例えばそうですね、フィギュアの髪の毛だったりとか、あとは洋服のその、うん、例えば、ね、波打った、そう、シワとかですね、そういったディテールを細かく造形していく場合はこの超軽量タイプ。そっか、フリア、あ、ごめんなさい、逆でした。いや、逆だし、逆だし、超徳さんがなんか作ったし、ごめんなさい、逆でした。逆です。全く逆でした。はい、逆の説明でしたね。逆の説明でした。あとスカルプとクレイでなんか人が、ちっちゃい人です。京徳さんが作ったぞ、人を作った。な、何やってんの、すごいな、この短い間に人作ってた。頭取れかけそうなんですけど。京徳さん、え、じゃあ超軽量タイプが芯になる。そうですね、はい、要はですね、まあ、芯になるものって大まかにこう、うんうん、例えば人間だったら頭があって手足があってとかっていう形じゃないですか、うんうん、でそれぐらいはですね、こう、ガシ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 こう削ったりだとかして、うんうんうん、こうなんていうかな、作っていって、で表面とかっていうのは、うんうん、まあ、やっぱり滑らかにしていきたいものじゃないですか、はい、そういう場合は高密度タイプを使えば、まあ、特に削ったりもしないでそのままで鳴らせるっていう。いや、軽量タイプの外側に高密度をかぶせるっていうイメージですね。そうですね、はい、まあ、当然その超軽量タイプのみでやることもできるんですけども、うんうん、例えば女の子のフィギュアを作りたいなっていった時に、うんうん、細い髪の髪を造形したいって言った時に、うん、超軽量タイプだと割れてしまうんですよ、うん、はー、ちょっとボソボソしてる、ボソボソなんですよね、そうそうそうですね、密度が低いので、うん、軽量なんですよ、ちょっとボソボソして表面もちょっとザラザラした感じなんで、うん、高密度でこうツヤツヤにした方が、はい、そうですそうです。餃子ですけど、餃子ですね、餃子できました、餃子ですよ、金高さんですか、餃子作ってた、餃子も作れますよ、スカルプとクレー、すごい、あ、だからそういう会じゃねえつのえせー自由な人たちの集まりだよ、ここは。本当にもう驚くよ、もう。で、でエポパテとクレーの使い分けっていうのは、うん、はい、どうすりゃいいですか。これどっちも最終的には固まるんですけども、うん、さっき奥田くんが言ったようにですね、オーブン、オーブンなんです。あ、そうそうそう、はい、こちらオーブンなんで、はい、スカルプとクレイというのは形が決まるまでいくらでも造形できるんです。あ、なおかつカチカチになりますよ、これ。すごい、ポパテ2種類はもうのんびりのんびりしてると固まっちゃう、固まります、固まりますね、はい、時間に限りがあるので、ただし削ったりだとかされるのに向いてます、はい、
で、あと、まあ、単価がプレイに比べると比較的安い。はい、で、クレイの方が比較的高いんですけれども、うん、あの一発で形を決めたりだとか、うん、あとこれだけ硬いので、うん、より細いあのパーツを造形するっていうのに向いてます、うん、削りのはどうですか？削れますか？削りづらいです。づらい、難しいと思います。ちょっと柔軟、柔らかい。例えばですね、あ、結構今これがこれぐらいちょっと弾力性がありますね、はい、そうですね、これぐらいちょっと思いっきり削るにやっても本当に向いてない、基本的には形をしなりがすごいんですよ。決めて作ったら焼いて完成と思った方がいい。なるほど。ホットプレートで焼いてる人がいたの。本当か。ホットプレートで焼くのはちょっとおすすめできないですね。どうなのかな。ちょっと、うん、ちなみにですね、あの焼くオーブンなんですけれども、はい、あの専用のものをちょっと専用というかですね、はい、焼くため専用に1個買っていただきたいんですね。うん、できればですね。できればそうです、はい。できればですね。あのまあ。うちで出しているこのスカルプトクレイって焼いた時に、まあ、有害な物質が、出ないようには一応なってるんですけども、うん、フタル酸っていうのが含まれていないので、はいはい、ただ一般に売られてるクレイとかっていうのはフタル酸が結構入ってたりとかするので、うんうん、焼いた後にもうそのオーブンは食品には使えなくなったりとかするんですよ。なるほど。ただこれもその含まれてないとはいえ、うん、焼いた時にある程度発されるものはあるので、うん、まあそうですね、はい、食品以外のものですから ね、 そうですね。ただもう安価なオーブンとか結構出てますから。そうですね、出てますね。もうそれオーブントースターみたいなのってオーブントースターで、いや、大丈夫です。大丈夫です。あ、トースターです。あ、じゃあもう2、3000円で買えますね。はい、もうそんなもんなんで、食パン焼くぐらいので十分です、ね。まあ、全然十分です。すごい、はい、大丈夫です。だから初期投資は結構安く済むんですけれども、だからあと個人的におすすめしてるのは、あの、うん、この使い分けなんですけども、うん、例えばあの、もともと絵を描いていたりだとか、うんうん、あのしてですね、デッサンだとかでちょっとずつ線を描いていって形を決めるようなタイプの方は、うん、こういうエポパテを使うのが向いてると思います。あのこうちょっとずつ微調整微調整とか。なるほどなるほど。ただ一方でその絵を描いた時とかにもう一本で線を描いてしまうような方も結構いらっしゃるじゃないですか。そういう方はこういうスカルプトクレイとかは向いてると思います。一発で形を出せるような方は超特産、はい、という感じでちょっとあの自分に向いたものをものを使ってトライしてみるといいと思いますね。コメントの縮み具合はどうなんですか？縮まないですね。もうほぼほぼそのままですよ。はい、はい、結構縮む。エポパテも？わずかですね。ほぼ、うん、ほぼ縮まないと思っていい。もうん、いいです。まあ厳密に測れば当然縮みますけど。そうですね、はい、クレオスさんっていいもの出してるんですね。そうですよ。ちなみにハイクオリティ、エンドオシャレ。あ、そうですよ。佐藤さんがいる会社だから。もちろんです。これ、はい、匂いは気になったりしますか？匂いってその焼いてる時ですか？はい。焼いてる時はなんか匂わない。匂いますね。なんか匂う。ただ温度とかにもよるんですよ、うん、やっぱり。あ、そうなんですね。あとまあポリパテとかに比べるとっていう感じかな。そうですね。うん、まあ焼けば何でも匂いはしますからね。で、うちで出してないのでご紹介できないですけど、まあこの際なので、ついでに言うと、そのポリパテも、うん、まあ一般的に使われる素材なんですけども、うん、ポリパテは縮みますので、すごい、はい、ポリパテはまずもう順序が全然違うので、うん、こういう粘土的な造形じゃなくて、本当に大まかに、あの例えば真鍮線とかで芯を作ったら、うん、そこにどん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 かぶせていくようなものですので、でそれを削っていってっていう、あの盛る派と削る派みたいな感じ。あ、うんうん、なるほど、それは分かりやすい。あの、なんだろう、うんうん、あの陶芸みたいな、うんうん、持ってって作るか彫刻みたいに削って作るかみたいな、どっちが得意かね。それも言えますね。なるほどな、うん、一発でこうやって粘土でこうやってやるのが苦手な人は、多分か大まかに作ったら削るみたいな方が楽な人もいるし、それは人それぞれ。削るか盛るか、焼けますよ。でも時間が変わる。超特産のちっちゃい人、時間が変わるっていうか、まあ、まあ熱効率は良くなりますよね。焼き時間が短くなるってことですかね。で、あとお料理と同じだ、まあ、超特産がふざけながら作ったこれですけども、これぐらいちっちゃいものでもこうやって例えばある程度乱暴にやってもですね、こんな結構いかようにでもこう自由にできるんですよ。だからこう戻してあげて、はいはいはい、戻すこともできます。だから紙とかをある程度紙だとか布だとか、そうです、焼かなければある程度
しなりつけられますので、はい、接着は新着、接着は新着です。はい、塗装は普通に塗装はできます。なるほど、はい、とか塗装しないとですもんね。そうですね、うん、まあ、うん、例えばワンオフっていう、まあ、だから、複製だとかしないで、うんうんうん、1個のものを作るっていった時とかにこの色を生かしたものっていうのを作ってもいいかもしれません、ね、たい焼きだ、たい焼きだから、うん、そう、それこそたい焼きこれで作られてたんですよ。そうです、そうです、うんうんうん。あとは会場でチラ見せされてたんですけど、これのグレーバージョンも出たりとかしますので。ああ、そうなんだ、はい、そういうのはもう完全にやっぱり原型向きですよね、うん、ワンオフではなくて原型に使ってで、それで複製をするっていう前提のものだったりしますので、はい、まあ、とにかくまあいろいろ皆さん使ってみましょうということで。なるほどなるほど、ね、自分に合ったものを、それくらいかな、合わせて使い分ける。そうです。焼いた後二度盛りできますか。あ、そうそう、それそれそうそう、それそれです。そうなんでしょう。できます。できるの。できないと思ってたんだ。ついてきます。まあもちろんパーツ、その大きさにももちろんよりますけどね、そのくっついてる面積が小さければもちろんそれは剥がれやすくなってしまいますけども、うんうん、具体的に何センチだったら OK なのか、そういったところはちょっとまだ、ね、実験等してないので申し上げられないんですが、かなり食いつきはいいので、その点を期待していただいて大丈夫かと思います。うん、そうなんだ。例えば大まかに芯を作って、はい、とりあえず焼いて、はい、で表面をそれに塗ってっても大丈夫。あ、全然大丈夫と思います。あ、なるほど。焼けばもうがっちり食いつきますんで。2回目焼いた時に前に焼けて固まってる部分は大丈夫。大丈夫でした。すごーい。ちゃんと壊さないように見ていただければ。貼り合わせるとして空気が入らないようにだけ注意すれば。あ、そうですね。その点にあると。カラカラカラ。ああ。失敗した陶芸みたいな感じ。まあもう。先生、先生、先生どうされましたかみたいな。納得がいかんって。壺作ってもいいんですよ、これで。全然ね。何でも作ってください。もう、うん、壺、思うがままにやればいいです。1000万の壺作れますね。はい。まあ、そんなとこですかね。はい、はい。はい。ありがとうございます。というわけで、次回も楽しみですね。2016夏ですか、もう。そうです。もう案内が来てるらしい、ね。もう来月、3月何日でしたっけ、割と早い段階で締め切っちゃいますので。そうか、あれ、夏はいつでしたっけ。7月。7月でしたよね。でしたよね。7月だよね。7月だっけ、ええ、確かそこら辺です。詳しくはググってください。はい、というわけでもう本当に、うん、割とすぐ来ちゃいますので、うん、はい、そうだ、気合い入れて、はい、みたいな感じでございました。以上本日の本企画でした。はい、はい、ありがとうございます。はい、では本日ここまでということでご覧いただきありがとうございます。ありがとうございました。皆さん告知事項などありましたらどうぞ。はい、あるでしょう。あります。今日持ってきてるんですけどね。あ、はい、陸上自衛隊の機甲カセット1もう発売されてるんですけど、はい、今月頭にはもう店頭に並んでるんですけども、はい、新商ちょっと画像機を持ってきたんで、ね、カメラで見せるか分かんなかったので。ああ、戦車からこう出てる人ですよね。これが社長で、砲塔の上から出てる状態です。いいね。うわあ、これが、操縦手、うん、車体からちょっとこけてる。だって2個セットなんですよね。そう、2個セット2人。2体セットで3500円です。すごいよな、うん、で、これが対応が74じゃなくて61式なので1個前のやつなんですけども、うん、それ用の装備になってます。そう、戦車乗ってる。乗ってる。実際に61式戦車。今ファンに乗ってる。こうやってやるんだ。そう、こうやって。ちなみにこれ撮影場所はどこですか。うちです。さんのデスク。自宅の机です。うわ、先月綺麗になった机を。はいはいはい。これ天輪確か私も削りましたね。これね、削りましたね。削りましたね。あ、やっぱりフィギュア絡めるといいですね。うん、一気に、まあ、戦車の大きさが分かるっていう。そうですね、うん、わあ、そういうことなんだ。はい、で先月ね、プレゼントしますよ的ななんか話はしてたんですけども、はい、ちょっとこうなんか結局こう商品案内するのプレゼントなのっていうのがちょっと微妙だったんで、ちょっと改めて今月3つ持ってきましたんで、はい、プレゼントということで。お、ありがとうございます。ありがとうございます。モデリウム希望と書いていただければ。モデリウム希望で。買収的な意味で。そうそう。希望と。そういうことメーカー名を書かざるを得ないってことにしておかないと。いやいやいや。今回はね、前回のに比べてちょっとお高めの持ってきてます。ぜひ。うん、いいんですか。はい、ぜひ。3つでよければ。3つもいいんですか。当店に。だってこ
これ、まずやっぱね、手に取ってもらいたいので、うん、なるほど、はい、放送を見てる方はぜひ。これもらったらもう一個買えばいいんですもんね。そうですね、買ったらいいし、まあこれ買ったら6自転車買わなきゃいけない、うん、そうだ、戦車ね、戦車も買って、で、うん、戦車失敗してくれたらもう一個買わなきゃいけないですね。そうですね、うん、人だけ移動すれば、人だけ、いやダメですよ、もう一個買わなきゃいけないです。あ、なるほど、失敗したらもう一個買ってください。でも戦車失敗しませんよ、失敗がまた味になります。そうですね、そうですね、初心者向けですよ、踏みやすいって話になってますからね。そうですよ、今日のおさらい、買い直してくれればいいんだけどな。すでに全国の小売店さんこう並んでるとこありますので、うんうん、まあ、ネット通販含めよろしくお願いします。よろしくお願いします、しします、良きものですよ、うん、あとはいいですか。なんかあったかな、うん、あ、ガルパン、あ、ガルパン版が 4DX 版が始まるんだか始まったんだかしてるはずなので、はい、ぜひ4DX でも楽しんでいただけたらと思います。わ、 4DX ではないですけど、明日極爆行きます。確かに、あ、確か、極上爆も行きます。ガルパン2回見ました。ガルパンおじさんたちぜひ、はい、うん、ちょっとなんか手伝ってる、そうそうそう、中村さんガルパンの関係者です。一応坂東さんも最近大ハマりのガルパン、うん、あ、そうですね、そうそうそう、ガルパン6回ですよ、6回、すごい見てるな、劇場通っとるな、まだ行くって、はい、うん、よしよし。あとですね、うん、もう一個アニメでゲートっていうアニメ、あ、はいはいはい、それはブルーレイとかのブックレット僕ちょっと作ってるんで、お、中村さん多彩だわ。新しいのが1月末に出たと思いますので、うん、ぜひよろしくお願いします、うん、今2期、はい、絶賛放映中、はい、17話かな、やってると思います、ね、はい、そして中村さん体に気をつけて、はい、はい、よし、はい、よろしいですかね、はい、はい、はい、閉店です。この番組では皆様からのふつおた、またプラモデル制作の悩みをお寄せいただく、洗いざらい教えてくれおすへの投稿をお待ちしております。どちらもみっこでないとのお便り投稿フォームより受付いたします。バンディさん、 URL お願いします。はい、番組にてメッセージを読ませていただいた方には素敵なプレゼントを、お送りさせていただきますので、うん、はい、連絡用のメールアドレスを必ず書いてください。はい、あとプレゼントはあれが欲しいって書いた方がいいのかな、なん特定のものがあったらあれが欲しい、モデリウム希望、モデリウム希望みたいな、そういう時はそれをちゃんと書いていただければ、うん、ね、と思います。で、応募者希望者多数の場合抽選に、抽選で、そうなんです、なりますので、はい、はい、抽選になりますので、はいはい、ご容赦ください、はい、それでは最後に大事なお知らせです。ペットショップに行く前に捨てられてしまった犬や猫の里親になることをご検討ください。こちらハピラジでは勝手にペットの里親になることを推進しています。そして次回の配信ですけども、3月の第1週目か2週目の配信を予定しています。はい、また連絡しますの で、 ちょっと曜日もまだ分からない、そうですね、はい、必ずやりますので、はいはいはい、お待ちください。そして次回何やります？はい、次回はですね、うん、まあ思いつきですけども、うん、まあ、デカール苦手な方がいらっしゃる、デカール徹底攻略を。あ、いいですね。デカール。お願いします、デカール。もう破けるなんて言わせない。破ける、破ける。この間に若干破きましたね。でしょう。大きいですね。まあ、破けたとしてもどうにかなるっていうのを徹底的にやりますので。見たばい。船の国旗とか、あるじゃないですか。あれをこう二つ折りにしたときに、どうやったら綺麗にできるのかしら。わわわわ、あ、それも聞きたい。こうやってやったら、ここが折れて切れた上に、最終的に手にくっつくっていう。でかい。絶対演じましたね。でかい。どうして手にくっつくんだろう。すっごい強力にくっついて、結局破けちゃった。わ、まあ、くっついちゃうんですよ。だから、こう、くっついてこないような方法だとか、つきたいとこまでデカールやるかしらやりますよ。手にはくっつくっていう。中村さんの手にくっついたデカール。あー、デカール救出大作戦です、ね。というわけで、皆さん。一回いなくなるとね、デカール救出できなかったりする。自作の印刷もいいですね。あ、自作の印刷、そこまで話いっちゃいます。やっちゃいますか、まあ、まあ、デカール話でね。デカールスペシャル、もう、デカールスペシャルってすごいな、はい、多分日本初ですよ、うん、ね、というわけで身近な方にも宣伝してください、うん、これ見りゃデカールやばいぞ、そう、うん、デカールスペシャルやるぜ、はい、ね、ぜひぜひお知らせくださいませ、はい、あ、あと告知、口コミよろしくお願いします。飛ばないピンセットですね、妖怪パーツ隠しバスター、5月下旬に再販になりますので、え、もう売り切れですか？
か。いや、そこで繋げれてしまいまして瞬殺でしたね、凄まじかったです、僕店頭で見ることなかったです。私も見なかった、店頭で1回だけ見ました結局見れなかったやっぱすごいぜ、頑張って1個だけ確保しましたよ、だってメーカーさんが頑張って確保って相当のことだだって、あ、なくなっちゃうと思ってもう、すぐ買いました。うわぁ、すごい。5月だそうです。5月下旬までお待ちください。それまでまだなくしちゃうと。ちょっと時間かかりますね。ねえ、だって良きものですもの。まあ、金物ですからね。あと、精度が命なので。そうだ、そうだ。楽しみにお待ちください。はい、良きものは時間がかかる。はい。はい。よし。では、以上ですね。以上ですね。はい。この番組は GSI クレオスホビー部と RRJ の提供でお送りさせていただきました。いいですか、はい、うん、奥田さん右で右で分かりました、はい、行くよーい、せーの、また見てくれおす、また見てね、また来月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 、ダメージギャン、うん、もう